仁徳の領主と名高い彼ならば、必ずや我らを迎え入れてくれるでしょう。ひとまずのウロはしのげそうだが、その後はどうするつもりなのだ。今劉備は炎術の進行を受けているようだ。我らは炎術と戦うのか。あの腰抜けとの戦などつまらん。俺はやらんぞ。もちろん炎術と戦おうとは考えておりません。我らが戦う相手は、皆様、遠路はるばるようこそおいでくださった。遠州での戦、過酷だったと聞いております。どうぞこの助手で疲れを癒してくだされ。劉備殿、お気遣い心から感謝いたしますぞ。疲れが癒えた暁には、共に曹操を討ち果たしましょう。その話はまた後日にいたしましょう。我らはこれより炎術を迎え撃ってきます。ここには弟の張飛を置いていきますゆえ、何なりとお申しつけてくだされ。好不所有人大头贴可以动。本当にやるつもりか。もちろん。こたびの敵は炎術ではなく、劉備は貨幣ながら曹操の攻撃を防いだこともあります。彼とその義兄弟の実力はなかなかのもの。きっと呂布殿にも満足していただけるでしょう。遠州と同じことをやらせるつもりか。劉備の留守に助手を奪う、そしてこの助手から再び天下を目指せと。まさしくその通りです。私の知略と呂布殿の武をもってすれば、我らは盗っ人と呼ばれてもおかしくないな。だが父上が望まれるならば、私は誰とでも戦いましょう。お前たち、いつでも戦に出られる支度をしておけ。俺の天下のため、助手を奪い取ってやる。留守番の張飛は暇を持て余っている様子。そこで彼の好物である酒を送っておきました。おそらく今頃は大いに酔っていることでしょう。ふっ、くだらん真似をしよう。俺に酔っ払いの相手をしろというのか。呂布殿、一時我慢してくだされ。本当の戦いはこの先にございます。助手を得れば、そうそう、劉備、敵はより緑ですぞ。これ以上愚弄や居候を続けては兵たちの士気も下がりましょう。呂布殿、ここはひとまず地盤を得ることを第一とするべきでは。私もこの助手を鬼神の国とするため全力で戦います。行くぞ。張飛を叩きのめし、助手を手に入れる。劉備の留守に可否を奪う。助手を俺の国にしてやる。就是我啊，对不起。